ここでは、タプスの型というものを、使っていくことをお勧めします。でそもそもそのタプス、まあ、TAPS でタプスというふうに言ってるんですけども、この T は To Be で、 A が As Is で、 P が Problem で、 S が Solution ということで、この4つのですねステップで組み立てていくと。で、まあ、要はステップの1で To Be っていうのはその、まあ、あるべき姿、その相手が目指すべき姿っていうのをこうリマインドするわけですね。今こういうところを目指してますよね、こういうことを目的にされてますよねと。でステップの2で As Is と、ただ現状は今こんな風になっちゃってますよねって話をして、そしてステップの3 で実はここが問題になってますと、で問題点を指摘すると、まあ、柔らかく指摘するのがいいかなと、まあ、特にクライアントさんとかだったらもうそんなの言われなくても分かってるよみたいな風に思われちゃうかもしれないんで、ちょっと柔らかく、ここはちょっと問題になってませんかみたいな。でステップの4番でその問題を解決する方法がこれですといった形で、まあ、本当にプレゼンとか、まあ、会議での提案みたいなところですごく、まあ、有効かなと思うんですけど、例えば実際に、まあ、ちょっとこんな提案の流れでどうですかというのをちょっと私の方でもやっていこうかなと思うんですけど、まあ、クライアントさんにですねこう新たなこうなんていうんですかね、こう事業の提案をしていくっていう、ちょっとそこのシチュエーションでやってみたいなというふうに、思いますと。でまずステップの1、御社が目指すものは、いつもお客さんの隣に置かれている商品の開発ではなかったですか？ステップの2、ただ現在お客さんの隣に御社の商品がなかなか置かれないような状態になっています。ステップの3、なぜこういったことが起きているのかというと、それは作り手からお客さんの元に商品が届くまでのその間に複数の卸業者が介在していると、それによってお客さんとそれから作り手の距離がどんどん広がってるんじゃないかと、それが問題だと思っていると。でステップの4、この距離を縮めるべく、例えば作り手の商品の開発者の方とそれからお客さんの交流会を催したり、意見交換ができるコミュニティ作り、こういったものを御社で行っていく必要性があると考えています、というような形で基本的なこう提案につなげていくということですね。で、まあ、実際にはですね、この、まあ、タプスの方、本当に、私自身も新規事業の立ち上げとかで、よくですね、企業様向けに、話したりとかしていくんですけども、実際に、こう、ポイントとしては、何かというと、やはりですね、その問題点とそのソリューションがちゃんとこう、つながってるかなっていうですね、その組み立ての部分ですね、その指摘してる問題と、その解決策、本当にこの問題、解決できるのと。ちょっと今、私の方では、まあ、本当にすごくシンプルな例で、お客さんとその作り手の距離が遠くなってるんで、それを、ね、交流させる場を作るみたいな、まあ、そんなシンプルな解決策ではあったんですけど、実際に話を組み立てていくときに、やはり聞き手の人は、まあ、問題点指摘されて、まあ、あんまりいい気分しないわけですよ。正直なところ。相手の立場に立ったらわかると思うんですけど、問題こうですよって言われて、多分喜ぶ人あんまいないんですね。でも、それやっぱり問題だよなって思った上で、で、それを本当に解決できるかっていう、その解決のイメージが湧くかどうかなんですよね。なので、その解決策は、できれば本当にそれこそ、まあ、相手の、こう、イメージの湧く具体的な解決策、その、まあ、コミュニティを作るとか、交流会でみんなでなんかこう、子供たち交えて話しましょうとか、なんかそんなことをですね、伝えていくことによって、相手の頭の中で、確かにその指摘された問題点、確かにそりゃそうだ。でも、こんな解決策あったら、その問題点、こう、なくすことできるかもな、っていうような期待を抱かせる。最後はやっぱりポジティブに相手をしないと、やっぱり人って動いてくれないので、ただただ問題点バーンと指摘して、はい、おしまいみたいな、そんなコンサルタントとかであってはいけないとは思うんですよ。なので、しっかりとその解決策に対して、相手が実行できるレベルで、より具体化して、相手をワクワクさせて、行動に促していくということが大切なのかな、というふうに思います。